皆さん、こんにちは。埼玉県女性キャリアセンターです。埼玉県女性キャリアセンターは、年間約1万7000人が利用する働くを考える女性が利用している就業支援施設です。本日は履歴書の書き方とコツをお伝えしてまいります。それでは、あなたらしい応募書類の書き方とコツ。 履歴書編を始めます。ここでは就職活動を始めたいと思っている方、実際に企業などに応募していきたいと思っている方に向けてお伝えします。応募書類に必要なものとして、履歴書、職務経歴書、総営状、以上の3つがあります。 本編では履歴書の書き方についてお伝えします。自分自身の経験やスキルをアピールし、自分らしい書類を作成しましょう。就職活動において応募書類は自分のことを知ってもらうための重要なツールです。では、採用担当者が会いたくなる応募書類とはどんなものでしょうか自分の経験や強みが明確に書かれている。 応募先の職種にマッチしたスキルがしっかりアピールできている。採用する企業の目線で書かれていることです。履歴書は皆さん一度は書いたことがあると思います。現在は市販のものやインターネットからダウンロードできるものもあります。履歴書は学歴や職歴など自身のプロフィールを紹介するもので、 採用後も正式な書類として保管されるため、正確に記述する必要があります。氏名、生年月日、住所、連絡先、学歴、職歴、免許、資格、志望動機、特技、アピールポイントなどを記入します。書式によっては、志望動機や特技、アピールポイントなどを書く欄があるものもあります。 志望動機は、記入欄の8割以上を埋めて書きましょう。そして、なぜその会社で働きたいか、その会社で何がしたいのか、会社にどんな貢献ができるのか、などを現実的かつ具体的に書きましょう。その場合は、あらかじめ企業研究や業界研究、自己分析などをしておくとスムーズに作成できます。 その会社を選んだ理由や仕事に対する熱意を自分の言葉で書いていきましょう。資格の欄には、取得済みの資格以外に取得予定の資格があれば記入してもいいでしょう。また、仕事にまつわる資格だけではなく、趣味で取得した資格を書いてもいいでしょう。応募前に内容を必ずチェックしましょう。履歴書に記入漏れはないか 誤字・脱字はないか。パソコン入力の場合は、フォントが統一されているかどうか。直筆の場合は、丁寧な字体で書かれているか。性暦と罰暦が混在していないか。死亡動機は質、量ともに適切か。量は7割、8割埋まっていることが理想的です。資格免許の名称が正式名称かどうか。 会社名がカッコか部など略称ではなく、正式名称で書かれているか、学校名も正確な文字で書かれているか、必ず確認しましょう。次に、履歴書に添付する証明写真についてお伝えします。証明写真は、白黒でもカラーでもどちらでも構いませんが、直近3ヶ月以内に撮影したものがいいでしょう。 丸一、服装は、ブラウスやジャケットを着用し、なるべく、襟のある服装が望ましいでしょう。丸2、髪型は顔が髪の毛で隠れないようにし、前髪で顔全体に影ができないように気をつけましょう。丸3、メイクは、派手にならないようにしましょう。丸4、撮影時は、 やや広角を上げると印象が良くなります。以上の4点に注意しましょう。また、履歴書に写真を添付する場合は、写真の裏に名前を書くようにしましょう。これは、万が一写真が剥がれてしまった時に、それがどなたの写真かわかるように念のため記入します。第一印象は、照明写真からスタートします。 見出し並みを整え、明るい表情で撮影しましょう。以上で、あなたらしい、応募書類の書き方とコツ。履歴書編は終了です。埼玉県女性キャリアセンターは、働きたい女性、働く女性を支援する就業支援施設です。私たちカウンセラーが皆さんのお仕事に関する不安や悩みに寄り添います。 理想の働き方に向けて一緒に歩んでいきましょう。また、就職支援セミナーの他にも、面談相談、オンラインによる相談や業務体験、ハローワーク求人の情報提供、職業紹介を行っていますので、詳しい内容やアクセスなどはホームページまたはお電話でご確認ください。